マジック・マジャールと呼ばれた選手たちマジック・マジャールとは、1950年代前半に4年間無敗の記録を作り、ヨーロッパ最強と言われたサッカーハンガリー代表チームの通称である。左足の魔術師プスカシュ、フェレンツ、ヘディングの名手コチシュシャアンドルなど、能力の高い選手を揃え、シェベシュグ・スター部監督により、MM システムと呼ばれる戦術を用いたチームは、 1950年6月のタイポーランド戦から1954年6月のワールドカップスイス大会決勝の西ドイツ戦まで32戦して28勝4分無敗という記録を作った。期間中の1試合平均得点に4.5点が示すように圧倒的な攻撃力が特徴であった。実際には WM フォーメーションを用いていたのだが先端フォワードと インナーが意図的に前後のポジションチェンジを行うことにより、マークのズレとゴール前のスペースを狙って作り出すという戦術である。当時はマンマークが主流であったためポジションチェンジにより、ディフェンダーが引き出され、相手ディフェンスのフォーメーションは崩壊し、ハンガリー代表は圧倒的な攻撃力を発揮した。このポジションチェンジ後の形が MM の形になっていたため MM システムと呼ばれ、 ハンガリー代表がマジックマジャールと呼ばれるゆえんともなった。1952年のヘルシンキオリンピックではイタリアをはじめとする競合相手に4連勝、合計18得点1失点という圧倒的な強さで金メダルを獲得している。1953年11月にはロンドンのウェンブリースタジアムでイングランド代表に対して6から3で勝利している。これは サッカーの母国であるイングランド代表が英国4、協会とアイルランド以外のチームにホームで初めて敗戦した試合として歴史に残っている。ハンガリーの流れるようなサッカーに見せられた10万人のイングランドサポーターは最後には拍手を送る敬意を表した。なお、この試合はテレビ放送が当時普及していないハンガリー国内ではラジオ放送のみで、 映像は数日後に20分間程度のダイジェストが全国の映画館で放映されただけであった。しかし試合から43年経った1996年のクリスマスにこの試合の権利を持つ BBC とイングランドサッカー協会の行為によって初めてフルタイムの試合映像が国営放送 MTV によって放映された。イングランドとは 翌年のワールドカップ直前の1954年5月にブダペストで再戦し、この時も7から1というさらなる大差で破っている。1954年7月4日、ワールドカップ決勝戦という最も重要な試合で西ドイツに2の3で敗れたことにより、無敗記録が4年で途切れることとなった。この敗戦には下記のような状況も影響していたと考えられる。 セゲドにある11人を称えた記念碑ワールドカップ決勝戦で1敗した後も2年間で21勝5分2敗という驚異的な勝率を上げていたハンガリー代表チームだったが1956年10月23日にハンガリー動乱が発生したまたま遠征中だったプスカシュやコチシュなどの中心選手が次々と外国に亡命して事実上解体された 政治や国家によってヨーロッパ最強を歌われた代表チームが解体されたのは1930年代前半にブンダーチームと呼ばれたオーストリア代表と共通している。その後、アルベルト・フローリアンなどの有力選手も現れ、1960年代にはオリンピックで2回金メダルを獲得するなど、ハンガリー代表は古豪としての地位を一時回復したが、 ワールドカップでは準々決勝止まりで、1950年代前半のような圧倒的な輝きを取り戻すことはなかった。試合数、得点数はすべて代表でのもの。選手はイングランド戦のスタメン。ありがとうございます。